はい、僕はゼマンです。今日は大量消費の日です。見てください、これちょっとね、安かったんで思わず買っちゃったんですけど、ちょっと大量すぎですよね。まあ、椎茸ね、いろいろ使えると思うんですけど、大量に使いたい場合はね、どうしようかなって考えたら、まあとりあえずね、手っ取り早くスープにでもしちゃおうかなと思って、なんかいろいろね探したんですけど、サンラータンっていうのがね見つけたんで、それやりますね。なんか酸っぱいスープみたいですね。酸っぱ辛いのかな、そんな感じのやつ。スープにねしとけば、冷凍しといてね、あとでちまちま食べれたりするんで便利ですよね。ってことでやってきますかね。早速、まあ切って煮りゃいいだけだから、そんなに大変じゃないかもしんないですね。切ってくにしても、さすがにこの一袋ねちょっと多いから、半分かな、まあそんぐらいですかね。まあ石突きんとこ取るからね、だいぶ減るとは思うんですけど。じゃあひたすら切っていくか。まず石突き取ろう。石突きは硬いからね、取らなきゃいけないですね。面倒だけど仕方がない。まあ椎茸は、まあ、今思ったんですけど、そのまま凍らしちゃってもいいかもしれないですね。なんかキノコは冷凍すると栄養成分が増すとかって聞いたんで。でもね、キノコの食感好きなんですよね、この生のね。はい、じゃあ切りました。じゃあ洗おうか。こういうね、大量にあるときはもうザルとかで一気に洗っちゃった方が、あ、落ちた。ザルでね、一気に洗っちゃった方が楽ですね。まあ多少ね、汚れは残るかもしんないけど。あんま私そういうの気にしないんで。まあ火通しは大丈夫でしょう。めんどくさいんですけど、一応千切りっぽくしますね。あんまり細くしなくてもいいや、もう面倒だから。サイズもね、まちまちだから、あんまり形に気を使ってもしょうがねえか。すごい大量だな、さすがに。椎茸嫌いの人にとってみたら地獄ですね、これは。なんかちっこいのはなんかもう切らなくても良さそうですね。ちっこいのはそのまま入れちゃうか。よーし、切った。こんなに大量。で、あとは他の具材だね。ちょっともう邪魔だから全部鍋に入れちゃおう。こんなにほぼ半分以上椎茸で埋まりました。で、まあ椎茸だけだとなんなんで、人参ちょっと入れよう。人参は千切りがいいですね。人参も入れちゃおう。春菊入れよう。青いのもね、やっぱちょっと入れたいから。で、あと、生姜は入れると良さそうですね。なんか、なんとなくですけどね。適当な大きさに刻もう。まあ、スープなんてそんなって丁寧にやんなくてもいいっしょ。で、あ、そうそう、あとネギ。ネギはね、最後になんかちょっと飾りっぽくしようかなと。なので、長細く切りたい。この一番外側のやつだけ使おう。これがね、なかなか細く切るのが結構難しいんですよね。よし。で、待って、真ん中のやつは適当に切って入れましょうかね。じゃあもう煮るだけですね。なんか早い。スープは結構楽でいいですね。はい、こんな感じで火つけました。で、待って、ある程度調味料入れちゃうか。まず鶏ガラスープの素ですね。今までいいか。で、あと、オイスターソースかな。オイスターソースは入れなくていいのかな。まあなんか入れとくと良さそうだから入れとこう。で、あと塩を少し入れようか。そうそう、あと酒入れるの忘れてたから入れます。ギリギリのところで思い出した。はい、沸いてきました。ちょっとなんかアクが出てきたんで食おうか。そうそう、そんでね、今回豚肉入れなかったんですけど、豚肉入れたらもっと良さそうですね。やっぱ野菜だけでもまあまあアクは出ますね。はい、豆腐と春菊。なんか若干春菊入れると鍋っぽい感じですけど。サンラータンだからお酢だよね。お酢入れよう。どんぐらい入れないのか。あんまり酸っぱくなりすぎてもあれだ。まあ適当に。いつも通り適当で。で、ラー油も入れちゃおうか、もう。もう入れちゃっていいのかな？最後がいいのかな？一応ちょっとだけ入れて、また最後に加えるか。追加で。二段階で入れてみよう。で、私思ったんですけど、これ、ラー油、辛いの苦手な人とかいるじゃないですか。そういう人はごま油とかで代用してもいいんじゃないかなって、今思いました。思っただけなんで。いいか悪いかは分かりませんが、まあ私はね、辛いの大丈夫なんで。なんかとろみをつけるから、まあとろみなんてつけなくてもいいと思うんですけど、まあ大体なんかとろみつけてるっぽいから、一応片栗粉ちょっと入れてみますね。お、ちょうどいいなんかとろみですね。
結構椎茸入れたと思ったんですけど、意外にちょうどいいかもしれないですね。で、卵を。なんか全てが適当な感じですけど。お、これでもう完成だ。早い。楽勝。はい、できました。じゃあ、ちょっと見てみましょうか。こんな感じです。なかなかうまそうじゃないですか？胡椒入れるの忘れてたんで、最後に慌てて次足しました。いっつもなんか忘れちゃう。でもまあ胡椒だからね、最後に入れても大丈夫でしょう。ってことで、ちょっとよそってみよう。お椀がね、あんまいいのないんですよね。はい、じゃあ、盛り付けいきますね。盛り付けっていうか、よそるだけですね、またもや。あのね、春菊入れて正解ですね。色がね、緑が効いてて、すごいバランスがいい。で、ここにね、ネギ。ちょっと千切りじゃない方が良かったかな。なんか色的になんか写真とか見るとなんかラー油のね点々が、あれは私もちょっとやりたいんで、ちょっと垂らしますね最後に。ほら、なんかいい感じになりましたね。こんな感じで完成です。どうですか？なかなかね、美味しそうにできました。こんな感じ。ちょっとね、まあ味はなんかすごいいい加減にやったんで、なんか酸っぱすぎるかちょっと心配ですね。なんか椎茸ばっかりって感じなはしませんね。結構入れたんですけどね。じゃあいただきます。辛い。結構辛い。かなりうまいです。で、お酢を結構ねドバッて入れたんで酸っぱみ強いかなと思ったんですけど、そんなじゃないですね。あんまこういうスープ食べないんでね。だいたいね、スープっつって味噌汁とかが多いんですけど、これはこれで結構ありですね。味噌汁ってよりも攻撃的な感じ。酸っぱ辛ですからね。だから、そういう刺激が欲しい時にはいいかもしれない。すごいうまい。で、あと春菊は合わないかなと思ったけど、なんか意外にね、アクセントになってて、すごい良かった。今回はね、なかなかの力作ですね。ということで、シャンラータンって本当にいいもんですね。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。